ですね、山の方よりかはやっぱ都市部で、やはりこう会費所のあったり、休憩スペースのあるような、うちとして、道路が車が止めれるような場所ですね。副温泉から側道からこう入ってくるインター的なこう合流部のところで結構置かれてると。本来合流部は停車禁止なんですけど。駐車帯じゃないところに落ちてますんで、やっぱり車上からこうポイッと捨ててるのかなと。当然ホカルっていうのは不法投棄の扱いにもなるんで、やっぱりそういったものはやめていただきたいですね。自分のところで出たゴミっていうのは自分でやっぱり始末していただくのが基本だと思っておりますので、まあ、持ち帰っていただく、もしくは所定のそういったゴミの処理できるところに始末をしていただくということをお願いするだけなんですが。